皆さんこんにちは、お久しぶりです。田中健一です。今回はですね、新型コロナウイルスの抗体検査というのをやってみようと思います。で、ネットで、コロナ抗体検査って検索して最初に出てきたホームページ、そこにアクセスして6800円で申し込みました。で、もう即日、翌日には届きました。これがキットです。では開封してみます。よいしょ。中を開けると、はっ、よいしょ。まずは血液変装袋、血を取ります。採取した血液はキャップが閉まったことを確認してからこの袋に入れて変装してください。採取後は速やかにご変装ください。血を取るそうです。で、あ、変身用封筒、変装用の封筒もついてて、もう切手も貼ってあります。なので6800円というのは、送料も込みなんですね。あとは検査申し込み書、変身用というのが入ってまして、ここに検査申し込み番号ってのがあります。あとはこれパスワードを自分で数字で決めて送るみたいです。で、郵送で結果を送って、何日か後にはインターネットで結果が見れるという、そんなシステムのようです。で、説明書も入ってますね。はい、説明書が入ってました。これによると、新型コロナウイルス抗体検査説明書は個人用というところで、変装日から2日後から4日後にはネットで見れてしまうみたいです。なるほど。どうやってやるのかというと、結構めんどくさそうですね。採血方法説明書というのがありまして、何、ロートがついてて、血液採取容器、容器立て、ランセット、変装用梱包資材、圧迫用テープ、消毒面、絆創膏2枚。血出るんだ、やっぱりめっちゃ血出るらしいですよこれ。何、採血にあたって上手に採血するためにお風呂に入る、お湯に手を入れる、手先をよくマッサージするなどして指先をよく温めてくださいという形になってます。結構マジで血取るっぽいですよこれ。イメージ的には、時代劇見てると、血盤状ってやるじゃないですか。あんな感じですよ、見てやると。何これ、マジで、なんかね、指に針をブスーッと刺して、でその血がポタ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 垂れてるのを取って送ると。これ大丈夫、これ、マジで、マジでこんなの飲むんですかね。飲めしませんよ、こんなんやるんですかね。で、私ね、血液サラサラの薬、バイアスピリンっていうのを飲んでるんですけど、バイアスピリンは大丈夫っぽいですね。ワーファリンっていうのを飲んでる方はやめてくださいって書いてありますが、僕は血を取るとなかなか止まらなくなるんですけど、ちょっとした不安があります。ただそうですね、見てみましょうか、開けてみましょうか。よっ、よいしょ、開封、じゃんじゃかじゃんじゃかじゃーん、よいしょ。結構キットがいっぱい入ってます。へえ、絆創膏みたいなのまず入ってます。それから、なんかすごい医療用って感じがしますね。こんなのが入ってて、これに血を取るようです。で、結構大きいですね。これに血を入れて送り返すという、そんなことになってるみたいです。さすがにね、今ここで血を取って移したら多分配信停止とかにもなりそうですし、皆さん見たくないでしょうからやらないですけれども、結構ね、これ自宅で本当にやれるのかという心配になるような道具が届きました。ちょっと開けてみて、これどうしようかな、なんかやっぱりやるのやめようかなっていう気にもなってきたんですけども、どうする、猫ちゃん来てるね、映ってるのかなこれ、きなちゃん、ぼっちゃん、カメラあっち、カメラあっちだよ、映ってるかな、わかんない、まあいいや、とにかく新型コロナウイルスの抗体検査というのに申し込んでみました。6800円、送料込みでございます。結果はインターネットで見れるということでした。ではここでもう動画はやめて、血出すのか、今から血を出して検査をして送りたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。